若い公衆電話から3日に一度のふるさと電話、10円玉を右手いっぱい乗せて左手でダイヤル回した。手紙の返事を出せないわけを後ろめたさが早口にする。君はうなずく、と何か言いかけて通話が途絶えた。夢さえなければすぐに帰りたかった。夢さえなければ君のそばにいたかった。列車を降り立ったあれから幾十年かの時が過ぎ去り、都会に憧れ僕が得たものは一体帰り見て何だったのか。虚しいばかりの諦めの気持ちと少しばかりの要領よさと、君をなくした後悔とそれを埋め尽くせない悲しみと、しかなかった心支えるものは、夢しかなかった君に誇れるものは、夢さえそばにいたかった。